ジュリアス・ローゼンウォルド、ジュリアス・ローゼンウォルドは、アメリカ合衆国の洋服仕立てや製造業者、会社経営者であり、フィランソロピストである、シアーズ・ローバック社の共同経営者と指導者として、最も有名であるが、20世紀前半にアフリカ系アメリカ人の教育や、その他のフィランソロピー活動に、大量の金を寄付した、ローゼンウォルド基金の創設者としても知られている。 シカゴ科学産業博物館を創設し講演した主要人物でもあり、博物館への寄付額は500万ドルを超え、その会長としても務めた。ジュリアス・ローゼンウォールドは、ドイツから移民してきたユダヤ人で洋服仕立て屋のサミュエル・ローゼンウォールドと、その妻、オーガスタ・ハマー,アースローの息子として生まれた。生まれ育った場所は、イリノイ州、スプリングフィールドであり、エーブラハム・リンカーンが、 大統領の時に住んだ家から数ブロックしか離れていなかった。ローゼンウォルドが16歳の時までに、その両親が洋服の商売を学ばせるために、ニューヨーク市にいたおじのところに、徒弟修行に出した。ニューヨークにいる間に、ヘンリー・ゴールドマンやヘンリー・モーゲンソーと友達になった。ローゼンウォルドは、弟のモリスと共に、洋服の製造会社を立ち上げたが1885年の、 不況で倒産した。その時に、南北戦争の間にまとまった注文を受け標準化されたサイズで洋服の製造を始めた。人の話を耳にした。ローゼンウォールドはその仕組みを試みることに決め、その市場であると予測した。田園地帯に近い方が良いと判断した。兄弟は、シカゴに移住した。シカゴに着くと、いとこのジュリアスワイルの支援を得て、3人でローゼンウォールド。 ワイル洋服会社を起こした。1891年、ローゼンウォルドは競合する洋服屋の娘、オーガスタ・ナスバウムと結婚した。夫妻には5人の子供ができたが、そのうちの一人、レッシング・ローゼンウォルドは、父親の後を継いで顕著な実業家となり、シアーズ社の会長職にもついた。1893年、リチャード・シアーズとアルバー・シーローバックが、 それまでの時計会社の名前をシアーズ・ローバック社と変え、徐々に多角化を始めた。ローゼン・ウォルドとワイルはシアーズ・ローバック社へ男性用医療品を卸す主要な業者になった。1893年の不況で売れ残った商品がダブつき、またローバックが健康を害したために会社を辞めた。シアーズは会社の共同経営者にアーロン・ナスバウムを指名したが、 ローゼンウォールドはその会社に興味を抱くようになった。ナスバウム自身も協力者を必要としており、儀形邸となっていたローゼンウォールドに出資を求めた。1895年8月、シアーズはローバックの持ち分である半分の株式をナスバウムとローゼンウォールドに7万5000ドルで売った。ローゼンウォールドはリチャードシアーズと共によく働いた。会社には合理的な経営哲学を取り入れ、 取り扱う製品を多様化して、医療雑貨、耐久消費剤、薬品、金物、家具など農家が欲しがるようなものを何でも揃えた。1895年から1907年までの間に、ローゼンウォールドは副社長と財務を担当して会社を引っ張り、年賞は75万ドルから5000万ドル以上まで上昇した。会社の繁栄によって、シアーズとローゼンウォールドは、 さらなる拡大を目指し、1906年に株式を公開した。ローゼンウォルドはこの時ゴールドマンサックスの上級経営者となっていたヘンリー・ゴールドマンに新規株式公開を取り扱わせた。リチャード・シアーズは健康を害して1908年に辞職し、ローゼンウォルドを社長に指名した。シアーズ・ローバック社は第一次世界大戦後の不況時には低迷し銀行の 救済を必要とするまでになった。ローゼンウォールドは、資材からに、100万ドルを担保に差し出した。1922年までに、シアーズ社は、経営的安定を取り戻し、2年後、ローゼンウォールドは、社長を辞めて、フィランソロピーに力を入れることにした。ローゼンウォールドは、シアーズ社の取締役会長に指名され、修正その職を務めた。1906年以降、 シアーズ社の株式公開で、ローゼンウォルドは、ゴールドマン・サックスのもう一人の上級経営者、ポール・ジェサックスと友達になった。サックスは、シカゴを何度も訪れたが、しばしばローゼンウォルドの家に泊まり、二人でアメリカの社会状況を議論して、アメリカでは、アフリカ系アメリカ人の窮状が最も深刻な問題であることに同意した。サックスは、ローゼンウォルドを、 アフリカ系アメリカ人の教育に取り組んでいる二人、ウィリアム・ h ボールドウィンとブッカー・ t ワシントンに紹介した。ローゼン・ウォールドは、ワシントンと提携し、1912年に、タスケキー大学の理事長就任を要請され、この職も修正務めることになった。ローゼン・ウォールドは、大学に寄付をしたので、ワシントンは基金を募って旅する時間を節約でき、大学の運営に、 多くの時間を避けるようになった。ワシントン博士は、ローゼンウォルドにアメリカにおけるアフリカ系アメリカ人の教育の貧しい状態に取り組むように進めたので、ローゼンウォルドはアラバマ州の田園地帯に6つの小さな学校の建設資金を寄付し、その学校は1913年と1914年に建設、開校され、タスケギー大学の監督下に入った。この計画は、 アフリカ系アメリカ人によって作られ、またそのためになされたものであったので、教育におけるローゼンウォルドの果たす役割を予兆させるものになった。ジェーン・アダムズ、ミニーロー、グレイス・アーボット、ポール・ J ・サックス及びワシントンの社会進歩主義、またエミール・ヒルシュや、ジュリアン・マックの改革派改革派、ユダヤ教会に刺激を受けたローゼンウォルドは、 その時間、エネルギー及び金をフィランソロピーに捧げた。1911年に次のように記した。人種的偏見から来る恐れは、ユダヤ人が何世紀にもわたって味わいまた今も、味わっていることから、白人種の他の民族より、ユダヤ人には、もっと身近なものである。1917年、人類の幸福のために、ローゼンウォルド基金を創設した、他の寄付団体とは異なり、 この基金は永久に資金が続くように工夫され、フィランソロピーのために資金を使うように意図された。そのような意図ではあったが、基金は1948年までに使い果たされた。ローゼンウォルドの存命中に、ローゼンウォルドとその基金から、公立学校、短化大学、総合大学、博物館、ユダヤ人の事前事業及び、黒人の施設に7000万ドル以上が寄付された。 学校建設がローゼンウォルド基金によって推進された中でも最大の計画であり、南部で5000以上の学校、店舗及び教員宿舎の建設のためにマッチングファンドの形で400万ドル以上が使われた。これらの学校はローゼンウォルド学校と呼ばれるようになった。ローゼンウォルドはアメリカの100の軍が軍部農業相談員を雇うために1000ドルの助成金を出し、 アメリカの政局がアメリカの田園地帯にとって貴重なものとなる企画を実行する手助けをした。また、シカゴの科学と産業の博物館を創設し、講演した主要人物でもあり、これには500万ドル以上を寄付し、その会長も務めた。ローゼンウォールドは1932年1月6日、イリノイ州ハイランドパークのラビニア地区にある自宅で死んだ。シカゴの中心街。 シカゴ川とマーチャンダイズマートの間に立っている8人の産業界を建物の共造の一つはローゼンウールドに捧げられた。ありがとうございます。